こんにちは。久しぶりだ。お久しぶりです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。僕小学生4年生の時に松坂さんの活躍を見て、ああこういう野球選手になれたらいいなってずっと思ってたんですよね。本当？練習って好きでした？練習？はい。嫌いです。松坂さん今更なんですけど、大輔さんって呼ばせていただいてもいいですか？大輔さんの初めてお会いした時にグローブをくれたじゃないですか。あげた。持ってきたんですよ。いや懐かしい。この輪っかをちょっと先の方に来るようにしたり。これからの夢って何があります？野球場作りたいんだよね。それ僕も一緒なんですけど。あ、本当？はい。お互いね、思い合ってたね。僕はもうめちゃめちゃ思い続けました。やっぱりビールは美味しい。嬉しい。キリン一番搾り。ビールの最初の、いや美味しいそれ、ね、もう僕はやっぱ高校の時の印象が、ファンの方が多分すごい強いと思うんで、うん、さっきもあの悪いって言われたんですけど、うん、あもうこんなに大きくなったんだねって言われてプロ野球で11年やったのに、そっかでもまだやっぱりあの時の印象が強いんだと思って、うん、僕もつ煮込み、いいですね。小さい時から好きなんだよね。もつ煮込みですか？そう、おしゃれですね。そう、お父さん今更なんですけど、うん、大輔さんって呼ばせていただいてもいいですか？なんかあの周りの人たちみんな大輔さんって、大輔大輔って言うじゃないですか、うん、なんか羨ましいなと思って。何でもいいよ。ありがとうございます。もう大ちゃんでも何でもいいよ。大ちゃんは呼べないです。初めてお会いした時に、うん、グローブくれたじゃないですか。あげた。持ってった。そのグローブ僕今日持ってきたんですよ。すごいですか？いや懐かしい。僕でもこれいただいて、うん、もちろん一回も使えずずっと取ってたんですよ。マジで？めちゃめちゃ綺麗じゃないですか。確かに。すごい。いや久しぶり見たよそれ。すごくないですかこれ。ね、本当向こうに行った時のあの最初に使ってたね、はい、形だよね。ボールもあります。ボールもあります。大輔さん、高校時代、うん、モテましたよね。いや、別にモテてはいないと思う。いやいや、モテる選手は他にいたと思う。いやいやいや、うん、いや、たくさんファンレーターとかもらったよ。はい、もらったけど、はい、それはまたね、なんかモテるとは違う。あの、まあ、斉藤君もたくさんファンレーターももらったと思うけど、それはもう完全に俺とは絶対違う。いやいや、そんなことないです、うん、こっちは完全にモテる。いやいやいや絶対モテたよ。そうっすでしょ。やっぱり野球を引退されたとは言っても、うん、大輔さんのことはやっぱ憧れてますし、これからもそのいろいろお話聞かせていただきたいなと思うんですけど、うん、この関係性っていうか、うん、これから続けていって、うん、いただけますか？あ、いいね。またね、これからまた違うところでね、はい、もんで今日話せなかったところだね、はい、話したいし、はあ、お互いこれから新しい、ね、道に進んでいく中で、はい、やっぱどうしていくのか気になるしさ、はいね、もしかしたら一緒に何か、ね、できることもあるかもしれないし、ね、はい、ね、野球場も一緒になんかできたらいいなと思ってね、はい、だからこれからちょっとね、二人で会ったりしてご飯食べに行ったりね、飲みてする機会増やしていきたいね。ぜひ、うん、ありがとうございます。こちらお願いします。ぜひ。お願いします。はい。先輩後輩ってなかなか厳しい。ご紹介したね。厳しい。そうですよね。それで言うと、僕だ店の外で待ってるの。ああ、そうですよね。ちょっこんにちは。久しぶりだ。お久しぶりです。いやでもアメリカでももう大スターじゃないですか。いやいやいや、そんなもうすぐ言われるんじゃないですか。大好きとか言って。こっちは完全にモテる。いやいやいや。絶対モテたよ。そうでしょ。
二人しか分からないね、こう感覚とか気持ちとかって絶対あるだろうなと思って、はい、うん、すごっ。CM の撮影の方はひとまず以上です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。まあ今日はこういう機会を作っていただいてありがとうございました。斉藤くんのことはまあ、もう高校時代からですね、こうずっと気にしていて、見てきた選手ですし、勝手に同じ思いというかこう共有できる部分があるんじゃないかと勝手に思ってたんですけど、まあ、今日こう一緒に、飲みながら話してみて、それは間違いじゃなかったなって、思えたのが嬉しかったですね。はい、もう僕はずっとお会いしたかったですし、こうやって本当に素晴らしい時間をいただいてとても感謝しています。やっぱり緊張しすぎてあまりその会話の内容は覚えてなかったっていう、ただ一個だけ覚えてたのはそのツーシームの、なんかその投げ方みたいなことは、はい、記憶に残ってます。めちゃくちゃ静かな子だなと思ってました。はい、だからそのツーシームのことも言ってるんですけど、正直何喋ったかなっていうぐらい喋ったって思ってるぐらいすごく静かだったのを覚えてます。はい、緊張してました、ね、周りの人が何とかこう話させようとしてるっていうのを覚えてます、はい、そうかもしれないですね。はい、こんなに話しやすかったんだと思いましたね。はい、いや僕も同じく憧れの松坂大輔さんがなんか話してもらえたっていう、はい、感動があります、緊張はすごくしました。でも本当話しやすい雰囲気を出していただいたので、はい、よかったです。お酒をこう覚えた、頃に最初の一杯目はビールとこう教えられてきたので、なんかその習慣は身についています。はい、はい、僕もすごく大好きですし、あまり強くはないんですけど、スポーツした後の一杯はとても美味しいなと思ってました。まあ、こう言っていいのか分かんないですけど、あんまりこう銘柄に こだわりはなかったんですけど、今日飲んでみてまずすごく飲みやすい、はい、それをまあ第一に思いましたね。あまりこうビールは量飲めるイメージないんですけど、今日飲んでみてあこれと結構飲めるなって思いましたね。はい、僕も大輔さんと一緒であまり銘柄を気にして飲んだことはなかったんですけど、すごく泡もきめ細やかで軽い感じがして飲みやすかったですね。なんかお店で頼む時もなんかそうです、まあ、こだわる人は言うのかもしれないけど、大体みんなビールお願いしますって言ってるイメージですね。はい、やっぱり運動の後ですかね。はい、まあ現役の時はやっぱり練習の後とか、そんなに量は飲まないんですけど、やっぱり投げた後とか、まあ、今だとゴルフ終わりに飲んだりするとやっぱり気持ちいいな、美味しいなと、はい、思いますね。まあ、それで言うとその現役の時に試合で勝った後とかは、まあ、すごく美味しかったですね。そうすると松坂さんはすごい勝ってその瞬間がいっぱいあったでしょうけど、もう僕には圧倒的に強かったのでその貴重な試合終わった後の一杯はすごく美味しかったです。僕は漬物が好きなんですけど、今日はキュウリとナスのおしんこ
頼んでたもんね。はい、僕はもう、まあ、今日も置いてありましたけど、やっぱりエイヒレとビーフジャーキーですね。はい、美味しいですよね。やっぱりあのお互い、まあ、入り方が周りが騒がしかったというか、まあ、落ち着いて、野球ができる環境じゃなかったと思うので、まあ、僕が経験した後に斉藤君が入ってきましたけど、あのやっぱりそのキャンプで のフィーバーぶりを見て、いやめちゃくちゃストレス抱えてるだろうなって思いながら見てましたね。それはやっぱり僕が1年目のキャンプで経験したことなので、うん、そういうこともなかなかあのいないと思うんで、はい、経験できた選手っていうのは、はい、まあ、そういう、まあ、貴重な経験をした2人だと思ってます。はい、まあ、僕勝手にですけど甲子園優勝したで、やっぱり大輔さんを目標にしてきたので、そういう意味ではその甲子園優勝っていうことだけで大輔さんのその何て言うのかな、活躍していく姿を僕もこうなりたいなって重ねていたので、そういう意味ではその甲子園っていうことだけのその共通点ですかね。はい、まあ、大輔さんの世代もそうでしょうけど、僕たちの世代も他にたくさんいい選手がいて、まあ、ただやっぱり甲子園で優勝したっていうことだけでなんかその名前を挙げてもらってすごい ありがたいんですけど、なんか自分は本当にそんなことないのになと思いながら、あまりそのいわゆる世代の代表みたいなことは考えてはプレーしなかったですね。そうですね、まあ、僕も、まあ、優勝したことで、まあ自分の名前がつきましたけど、まあ、野球界に限らずこう、まあ、広く僕とこう同年代の人たちが、松坂世代とこう一括りされるのが、まあ、申し訳ないと思ってましたね最初は。で、まあ、途中からは逆にその言葉は自分もこう、まあ、励みにというかずっと言ってもらうために頑張らなければいけないなってこう思いながら最後の方はプレーしてましたね。はい、まあ、自分の一つこう大きな目標としては野球場を作りたい、うん、そうですかね、まず大きな目標っていうのは。はい、まあ、やっぱり野球しかやってこなかったのでいろいろなことを知りたい、他のスポーツもそうですし、まあ、野球に関わっている方たちの、まあ、仕事含めてなんか全部知りたいな、勉強したいなっていう思いがあるので、なんかそれを自分の体を動かしながら勉強できたらいいかなと思ってます。まあ、そうですね、趣味で言うとまだトレーニングを続けていますし、これからも野球も含めていろいろなスポーツを自分で体験していくってなった時に自分の体を動かしてトレーニングはしていきたいですね。トレーニングの後のビールは楽しみですね。まあ、僕は、まあ、ゴルフ、釣り、まあ、確かにそう、まあ、ゲームも好きなんですけど、より、なんか運動した後のビール、まあ、ゴルフの後のビールもそうですけど、まあ、現役の時よりもっとこうビールというものが自分にとって身近なものになるのかなと、はい、思ってます。同じタイミングで引退することになって、今まではこうお互いのことを気にしつつもなかなか、まあ、会うことが少なかったので、まあ、今日という日をきっかけにですね、またこれからも2人で会ってご飯食べ行ったり飲み行ったり、していける、まあ、関係になれたらいいなと思ってます。もう僕は一言でビール飲み誘ってください、お願いします。かしこまりました。はい、よろしくお願いします。